こんにちは、のりたろうです。確定申告が始まりまして、国民が正しく納税をしている中、政治家の皆さんは自身の保身のために必死になっている今日この頃なんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。前回の動画で納税が任意だったのという動画を出させていただいたんですが、どうやら鈴木大臣本人はそういうつもりで言ったのではないということを言ってるみたいなんですが、日本語をちょっと勉強した方がいいんじゃないかなと思いますが、皆さんご存知、みんなの岸田首相もですね、笑顔で税金は分かち合うものだよと、改めて納税を呼びかけておられるということで、どの口が言ってるのかなと思いますが、納めるべき税金を納めずに、結局追徴課税を支払わされるというのも尺なので、納めるべき税金は納めるんですが、すんなり納めるのも尺ですよね。なのでここは徹底抗戦の構えだということで、今日は事業化&経費で徹底的に節税してやろうということで、私は税理士ではないので、あくまでも一般論ということで、教科書的にこういう節税方法などがありますよっていうご紹介をしたいと思います。しつこいようですが、あくまでも一般論なので、詳しくは税理士さんにご相談くださいということで参りましょう。まずは事業化&経費とは何のことかと、すでにやられている方とか、経営とかに携わった方は、馬の耳に念仏なんですが、普通のサラリーマンの方などは、よくわからない方ももしかしたらいらっしゃると思いますので、まずはそこからご説明したいと思います。まず普通のサラリーマンの場合、本業の他に副収入があれば、通常は雑所得として確定申告することになります。なのでコインの売買に伴う利益に関しても通常は雑所得となります。ただ雑所得の場合は節税の選択肢っていうのがほとんどなくてですね、利益が20万円を超えると所得税、住民税などが累進課税でノーガードで取られてしまうんですが、一方でコイン売買を事業化として事業所得としてしまいますと、事業所得と雑所得では税金面で実は天と地ほどの差があります。事業所得になった場合はこれらのような税制上の優遇措置が認められています。上から給与所得などの損益通算、青色申告特別控除、少額減価償却資産などの適用、青色事業専従者給与、純損失の繰り越し、各種経費など、これらの税務上の優遇措置がプラスアルファで受けることができるということで、ちょっと簡単に説明すると、給与所得などの損益通算というのは、こちらもし事業で赤字が出ても主たる業務ですね、サラリーマンであれば会社の課税所得から赤字部分を引くことができますよという制度なんですが、コイン投資の場合は赤字になる局面というのがしっかりやってればほぼほぼないと思いますので、あまり関係ないかなとは思います。で、青色申告特別控除、こちらがとても大きいので、確定申告はぜひ青色申告という、少し面倒な方法で申告してほしいと思いますが、利益となる課税所得から65万円も特別控除を受けることができます。こちらは、近年は弥生会計ソフトとかマネーフォワード、フリーなどの会計ソフトを使うと月1000円ぐらいで税理士さんに頼まないでも簡単にできますので、月1000円で1万2000円差し引いても63万円ちょっとになりますので、これはぜひ活用されるといいんじゃないかなと思います。あとは少額減価償却資産などの適用ってやつですけど、取得額が30万円未満の、パソコンとかですね、そういう減価償却資産というものを取得した場合に、
まあ、少額30万円以下であれば一括で経費にできますよという制度です。まあ、これの良いところは利益が出過ぎたなと思った年の年末にも間に合う節税策ということなので、まあ、あくまでも事業に関係してないとダメなんですが、まあ、下手をすれば30万円以下の中古車、車両価格が30万円以下の中古車なども一括経費にできますので、まあ、利益の出た年の徹底節税には向いてるんですが、まあ、あくまでもこれは現金が出ていってしまう、まあ、結局買った分の控除になるのでやりすぎ注意というようなものになります。まあパソコンとか買い替えるんであればこういうものを活用するのもいいかなと思います。あとは青色事業専従給与ということで、これは例えば専業主婦の奥様などがいらっしゃる場合は、まあ、奥様を青色事業専従者として給与を支払うことで節税できるという制度ですが、まあすでにパートをされている奥さんとかには適用できなかったり、あとは扶養から外れたりしてしまうので、まあ、少し使いづらい制度なんですが、まあ、月10万円ぐらいの給与を支払うことができたりしますので、まあ、かなりの節税になる、つながる制度になります。あとは純損失の繰り越しですが、まあ、こちらは最初にご紹介した損益通算ですね、あの普通の事業から、赤字分を引くっていうのがやっても、それでも損益通算をしても赤字が残っているような場合は翌年以降3年間赤字を繰り越すことができますよというものですが、まあこれもそれほど赤字が出るものじゃないので、まあ、コインにはあんまり関係ないかなと思います。あとは各種経費ということで、私的にはこちらが一番節税効果が大きいと思いますが、例えば詳しくはまあ割愛しますが、4年以上経っている中古車を1月に納車して買うとか、あとは家でコインの売買をやられていると思いますので、その場合は家賃、光熱費、あとは携帯代とか Wi-Fi などの通信費なども、通常の家事と事業している割合っていうので家事安分ということで、まあ、半々にしたりするんですけど、そういう安分で経費にできたり、まあ、つまり家賃とか光熱費とかの半額ぐらいを経費にできるということですね。あとは車のガソリン代などもコインの出荷とか買い付けに使う割合などで週1回2回はそういうのにしますよということは、7分の1とか7分の2ぐらいを家事安分で経費に落とすことができます。でこれらの経費の良いところは、家事光熱費などの毎月すでに支払いがあるものが経費にできちゃいますので、お金が新たに出ていかない節税ができるというのが最大のメリットですね。という具合に事業化をして経費などを使うと数十万数百万単位で徹底的に節税することができるという、まあ、夢のようなお話をさせていただいたんですが、まあ、ただここで一つ、コインの売買を事業として成立させるためにはいくつか条件があります。で、その条件についてお話ししたいと思います。まあ、コイン売買を個人事業として成り立たせるための条件ということで、まあ、個人事業の定義っていうのは独立性、継続、反復の3つになります。で、この仕事を独立、継続、反復していると個人事業として、まあ、事業所得があると認められます。でサラリーマンであっても副業による事業所得がある場合は個人事業主、副業で個人事業主とすることができます。で独立っていうのは、まあ、簡単に言うと会社に雇われずに自分で事業をしてるっていうことです。で継続反復っていうのは、まあ、その仕事を継続して繰り返して行うということになります。まあ、なのでアルバイトなどを副業でやる場合は雇われているので独立していないということで、これは個人事業にはなりませんが、コインの売買をしている場合は雇われているわけではないので、まあ、ここでいう独立に該当します。まあ、また一度だけ副業しても継続反復とか言えないので、まあ、個人事業主にはならないんですが、まあ、自分で物を
仕入れて販売する、まあ、お金を得てあとはサービスを行うといったことをこう継続して反復している場合に個人事業主と認められるんですが、コイン投資をしている方っていうのはほとんどが年に何度もこうコイン売買したりしていると思いますので、ここでも継続反復というところで個人事業に該当するかなと思います。ただし最近副業する方が多くなりまして、ちょっとした所得でもやっぱり事業所得とする方が増えたり、あとはよくあるのは投資で赤字を作って給料の税金を減らしましょうっていうちょっと悪質な節税方法、まあ結局はカモなんですけど、まあ、そういう節税方法もあったりするので、2020年ぐらいから事業所得のハードルが少し高くなっており、まあ、副業300万円問題と呼ばれるようなものがあります。まあ、国税庁の資料では、まあ、このようになってます。まあ、事業所得と認められるかどうかはその所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すると。なおその所得にかかる取引を記録した帳簿書類の保存がない場合、その所得にかかる収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除くには、事務にかかる雑所得の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得またはその他雑所得に該当することに留意すると。ちょっと分かりにくいことが書いてあるんですが、まあ、ここで言う副業300万円問題っていうのはあくまでも収入金額っていうのが基準になるということなんですが、利益ではなく売上金額が300万円超であれば副業300万円問題の影響は受けないということで、まあ、ここでコイン投資がちょっと有利な点は、コインは非常に高額なものが多いです。金貨も1枚数十万円から100万円と、まあ、高ければもう一発で300万円超えるんですが、まあ、ここでもクリアできる場合が多いということです。まあ、要は300万円のコインを買って310万円で売って、利益が10万円でも売上は310万円なので、事業所得として否認される可能性っていうのは低いということになります。ただ国税庁の文言にある通り帳簿っていうのはしっかりつけておく必要がありますので、まあ、最近は先ほどの青色申告でご紹介したようなマネーフォワードとかフリーとかいう会計ソフトを使えば月額1000円ぐらいで帳簿付けが確定申告まで簡単に実施することができますので、まあ、これらに当てはまるなという方はぜひ個人事業主で徹底的に節税された方がいいと思います。で、個人事業主になるのは簡単です。税務署に開業届というのをパッと提出するだけです。なのでサラリーマンの副業でも簡単に開業できます。で、こちらの書き方から確定申告のやり方までマネーフォワードさんなどで詳しく解説されておりますので、概要欄に貼り付けておきますので、まあ、本気で節税したいという方はぜひそちらをご参照ください。ということで、まあ、副業がバレたくないとかそういう場合は、まあ、それバレない方法もあったりしますので、そういうのは税理士 YouTuber さんですね、今税理士で YouTube されている方が結構いらっしゃいまして、あとはポンデライオンみたいな両学長さんの動画なども非常に優しく解説されてますし、楽しく税金のことが学べるので、まあ、そちらも参考にされると良いのではないかなと思います。ということで今回のお話は以上となります。ということで、もう徹底的に節税をして無駄な税金は払わない、一銭も払わないということでやっていきましょう。ということで今回のお話は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ためになったよという方も、知ってたよという方も、ぜひ、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは最後、皆様一緒に、レッツ、コイン！ご視聴ありがとうございました。